宮崎県道、熊本県道142号上椎葉湯前線は、宮崎県東臼杵郡椎葉村から、椎葉村西部の各集落を経由して、熊本県熊郡湯の前町に至る一般県道である。熊本県水上村役場前から終点までは、国道388号と重複する。単独区間のうち宮崎県内の区間のほとんどが1、車線道路であるものの、 古くから椎葉から熊本県の熊地方への交易路として利用されていた路線である。1933年に椎葉村上椎葉と現在の日向市を結ぶ県道が開通した後も、不破二の地区では上、椎葉と水上村がほぼ同距離であったことから交易路として利用され続けていた。下記は土砂崩れ、当期は路面凍結、積雪、 道路工事による交通規制が多い。シーバ村6八田シーバ村中心部の上、シーバ地区を起点とする。上シーバダムの北側を襲うように精神。不ハニの橋付近で、五仮層ーバ林道、内大臣シーバ林道と分岐。尾前地区、尾前渓谷、五仮層方面などへはそちらを利用することとなる。橋からは不ハニの地区を通過しながら南進。フハニの峠越えで、 熊本県に入り、市房ダムの西側を沿うように南下し、水上村役場前で国道388号に合流する。ありがとうございます。